中国政府は激しくなる一方の貿易摩擦をあえて中国企業にとって良いことだと表現し、対立するアメリカを牽制しました。这实际上对我国企业来讲也是一件好事。我国制造业要真正走向高质量发展的道路，必须扭住关键技术核心攻关这个牛鼻子。中国の科学技術行政を主管する工業情報課省は会見で、アメリカの禁輸措置は製造業のコア技術などの弱点補強を加速させるとあえて強調し、企業に独自の技術革新をより一層促す方針を明らかにしました。中国では米中貿易戦争の長期化を睨んだ論調が増えていて、当局は持久戦への備えを呼びかけています。